はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。はい、早速質問の方を読んでいきたいと思います。楽しみに拝見しています。以前すでに動画にされていましたが、再度お聞きしたいことがあります。私は深瀬釣りで、005でガン玉なしでよく釣りをしているのですが、どうしても風などの影響で道糸が膨らんでしまい、当たりが取れにくいことがあります。ガン玉を追加して早めに沈めた方がいいのはわかるのですが、追加するとどうしても杭が渋ります。何かいいアドバイスなどがあれば教えていただきたいです、という、質問が来ております。これはあれですかね、どっちでしょう、チヌなのかグレなのか。多分ガン玉なしで釣りをされてるっていうことだと多分グレだと思うんですけども、ちょっとグレを前提として、お話ししていきたいと思います。005号で要はゆっくり沈めながらガン玉なしでなんていうのかな、こう仕掛けを入れるんだけど、風が強い時は道では吹かれて、こう仕掛けが引っ張られたりとか多分してると思うんですけども、まず一つはやっぱりね、ハリスを長めに取るっていうのが、一ついいのかなとは思います。ちょっとどれぐらい取られてるとか何も書いてないんでね、もうほんとね、船長法じゃないですけども、長ければ長いほどやっぱ浮きの周りが一気に先にグッと沈む。でも面白いのがあれね、浮きだけはギリギリの浮力があるんで、そんなにガンって沈まないですよ。浮きから前後がこうちょっと沈んで、浮きはギリギリ保ちながらその重みを感じてゆっくり沈んでいくんですよね。なのでちょっとハリスをちょっと長めに取るとか、ハリスを5メートルぐらい取って、その浮きをそのちょうど中間ぐらい 2.5 メートルぐらいのところにするとかっていうのがまず一つあるかなと思います。そうすれば、浮きは00でもちょっと早めに沈みそうだけど、重さを感じながら浮きはゆっくり沈んでいってくれるんで、棚はある程度探れるかなとは、思いますね。で、他には、ガン玉をどこにつけるかですね。潮受けのすぐ下につけるのかとか、早めに沈めたいけどガンと行きたくないっていうのが、針の近くにガン玉をつけると、その場所によってはグレがね、その何て言うかな、ガン玉をつけることを嫌うっていうんですかね、どうかなオキアミがこう落ちてく時の角度っていうのがね、ちょっと実はあって、針の近くに打てば打つほど、なんかねオキアミのこう落ちるこう角度がね少し変わるんですよ。近くに打てば打つほどよ。だから針からもう直接10センチのところなんか打ったら、沈みながらこう横に沈んだりね、G3、G4 とかぐらいだと、一緒ぐらいに多分確か沈んでったぐらいだと思うのかな。G3、G2、G2 だもん、だってね、レーサーと一緒だから、G3 だったかな、が一緒ぐらいにこう沈むんですよ。オキアミが、ガンダム、だってハリスがこうあって、ガンダムがあって、オキアミがあったら、こうなるじゃないですか、一緒に沈むから。オキアミが横向くでしょ。そうすると、一つだけ角度が違うから、普通のはふわふわって、頭を上に向けて基本こう極め落ちていくか、ちょっと横になりながら落ちていくかとか、見てると大体そんな感じじゃないかな。でもそれだけハリスがついてるから極め横向いちゃうんで、なんかね、その食いしぶりっていうのかな、稼い時だともうバーンって持ってくからいいんだけど、やっぱね、こうなんか食いがおかしいなっていう時はあんまり近くに打つと、なんかこう食いがあんまり良くないなっていう感じだから、最低でも1メートル離すとかっていう感じですかね、自分は。これ話すと、こう、ある程度、こう、距離がね、1メートルと結構あるから、こう、あんまりその影響を受けない、受けにくく、少し受けにくくなるのかなと思うんですけど、もう詳しいことは魚に聞かないと分かんないんですけど、なので、ガン玉を、どこに打つか、塩受けの下に打つと、結構塩受けがすぐ入ってったりするじゃないですか。でも、この書いてるのは、道糸が膨らんでしまいっていうのがね、難しいんですよね。沈めていくから当たりは道糸で取ると思うんだけど、張ると道糸がふわって膨らむと。これの対処法、それさっき言ったロングハリスと、あとガン玉を
こう打つ位置をちょっと調整する。あとはあの流れるあのところを考えて仕掛けを、まあ、自分の先巻きをして後から仕掛けを入れるんですけど、それを計算して投げる、膨らむのを計算してね、そこで仕掛けが馴染むなっていうところを計算して投げるみたいな感じですかね。だから仕掛けを本当はまっすぐ巻きへここに打ったら仕掛けもここに入れるだけど、風でこう流されるなら巻きへここに打って仕掛けを潮を側に打っといて馴染んだところで沈むみたいなのをしたりしますかね。まあこの3つがメインかなと思います。ゼロゼロでやるならね、もちろん汎用度とかでやるなら話が変わってきますけど、あくまでこの005でガンダマなしで道糸が膨らむっていうのを考えると、まあ、その、まあ、ガンダマ 2つ目はまあガンダマをね、こうちょっと途中につけて重さをちょっと変えてみるとか、あと自分の場合は G7 まで持ってます。あのキギーちゃんのキギーちゃんの、ガンダムで持ってきました。これちゃんとメイホーっていうメーカーなんでね、釣りの一応あれなんですけども、自分は一番小さいので G7、 この青いやつが G7 ですね。 G6 は黒いやつで入ってるんですけど、 G7 という小さいのまで使います。これがさっき言ったこうオキアミが変にこう角度にならないようにじゃないですけども、あの早く入れたくないけどちょっと早く入れないとこうなんていうのかな、風で流されるときはこれを使うときがありましたね。最近でもありましたわ。深島に行ったとき、あれもね、シビウドか、シビウドに行ったときに、なんていうか、あんまりね、深くは入れないんですよ。2広ぐらいで食ってるんだけど、その風がビュービュー流れて、潮も流れて、でも、なんといっても竿先が海面につかない。シビウドのちょっと高い位置で自分やってたね、引いた時に高い位置やってたから竿先がつかないみたいな、ずっと置きっぱなしなんですよ。それでもちゃんと仕掛けあると馴染ませないと全然馴染まないみたいな時に、もう G7 を2個打ったりとかしてました。 G6 と G7 とかね、組み合わせでやってました、ね、それでなんとかポツポツ拾えたんで、あで仕掛けが綺麗に馴染んで、ちょうど自分がこう狙いたい棚までね入れてっていう感じで、まあ、なんとか拾えたんでね、良かったかなと思うんですけども、まあそんな感じですかね。まあ、さっきの 3.4点かなが、まあやってみたらいかがでしょうか。まあその表層がやっぱね、もうバンバン吹いてる時もう難しいです。正直な話難しいです。かといってこの時期はね、手前にね巻き打つともう餌取りが多いんで、まあちょっとできるだけ遠投したいとか、まあそういうのもあると思うんですけども、まああとはね、もう一番あのね手軽なのがおそらく2段浮きだと思います。あれは棚をちゃんとキープしつつも、やっぱ下がなんていうのかな、出てこない下が水中浮きっていうのかな、なので下の潮はがっつり掴みつつも上は浮き止めで止まってるから棚をキープできるしっていう、まあ、それからねガンダムスケールは沈めて2段で沈めていくこともできるしっていうので、どうしてもっていう時は多分それが多分一番おそらく、確実に棚もキープしつつ流せる方法じゃないかなと、思いますけどね。はい、ということで、よろしいでしょうか。ということで次の質問いきたいと思います。ランさんの動画、最高に楽しいです。チヌバリについて質問です。以前コスパのいいオーナーのデカパックを特用オキアミ針を使われてましたが、もっと安いカワセミ針特用100本入りで使ったことがありますか。大分で売ってますか。使ったことがあれば使用感教えてください、よろしくお願いします、という、質問が来ております。あのデカパックっていうのはこれですね。これ今年はあんまりね使ってないです。あの安い50円のやつが出てきたらそれ使ってましたけど、それ以外だと基本ねほぼほぼこれです。このデカパックオキアミチーヌっていうね、パッと見るとこれどこのメーカーかわかんないんですけど、こうやって株式会社オーナーバリが作ってるお得用の針なんですよね。まあ、昔より値段が上がって今ね2号で70本900円、これも3、4年前なんで多分今もうちょっと上がってたと思う。700円超えてたんじゃないかな、余裕で250円とか、だから1本10円ぐらいするのかな今は。はい、
どっちにしてもね、もう両方殻に近いソースを買っておかなきゃいけないんですけども、わかんないと思うんですけど、これ、ダブル剣がついてるやつです。この剣がね2つついてます。だからまあちょっとね値段が高いです。もうこれがないやつはもうちょっとコスパがもっといいです。これは主にゴゴチテトラで、なんていうか釣る時に使ってるやつなんですよ。あこ結構遠投するんで、遠投でやっぱオキアミが取れにくいの、この剣付き、ダブル剣付きなやつなんですよ。抜けにくいしね、で使ってましたけども、まあ、ちょっとね最近もうどんどん値段がねちょこちょこ上がってるんで、ちょっとこれも考えてはいますけども。でカワセミ針特用100本入り使ったことありますかということなんですけども、これはですね使ったことがですねないですないんです。ないんですよね。いや売ってるのは知ってるんですよ。結構あちこちちょこちょこ見るんですけども、いや別にね全然もういいと思いますよ。別にその変な針ではないんで、ね、特用100本、特用100本を自分使わず、当時ねまあ今も別にその近場ではいい針を別にそんな使ってるわけじゃないけど、もうこういうね近場とこういうお得用パックとかだし、あとは前使ってたのは鬼掛けの針ですね。鬼掛けの針があれなんか安いのが20本入りで250円とかじゃなかったかな。あれも結構コスパがいいなと思ってた。まあ、こっちは勝てないけどね、こっちはこっちで70本で630円とかなんで、結構これもこれでコスパがいいんだけど、まあ、またちょっとコスパがいいのを探してきて、そのうち使おうかなと思ってます。でよほど変な針じゃない限りは、まあ、別にそんな針がかりってチヌってあんま気にしてないですね。まあ、これはこれで折れたこともないし、ただこれダブル剣付きっていうのは、なんていうのかな、針を結ぶときにこの剣のところに引っかかりやすい。こうダブル剣がなんていうのかな、針がこうあってダブル剣がさこうついてるわけよ。で剣がついてるこのここのなんていうかな、枕じゃないけどなんていうのかなこの部分ここと剣のこの短い間で針を結ばなきゃいけないんですよ。剣の下に行っちゃったら引っかかっちゃうんだよね、結ぶときに。だからもう一回結び直しってなるんで、このちっちゃい間ね、針がこうあったらこうあったらね、ちっちゃいここの剣があるとこのここと間で結ばなきゃいけないんで、これがちょっとね、難しいかなっていう感じです、ですね、まあ、そんな感じでよろしいでしょうか。カワセミ針はね使ったことないんですけど、使ってる人も自分の周りあんまりいないんで、どうかなっていうとこです。いいとも悪いと使ってないんでね、いいも悪いも評価がちょっと自分もしにくいところなんですけども、まあ、昔から実はある針なんで、まあ全然いいんじゃないかなとは思います。すいません、こればっかりはねちょっと使ったことがないんで、ちょっと評価のしようがないんですけども、はい、よろしいでしょうかねはい、ということで、次の質問いきたいと思います。はい、ということで、続いての質問でございます。はじめまして、質問です。ファイアーブラッドタモに圧縮チューブを巻くときはどこにどのぐらい巻けばいいでしょうかっていう、質問が来ております。ね、ファイアーブラッドのタモ持ってないんで、ちょっと参考になるか正直ちょっと分かんないですけども、一応シマノのこれはベーシスという、タモの絵です。一応ねミドルグレードになりますね。シマノが出してるタモの絵の中では、ミドルグレードです。主にチヌ釣りで使ってますね。で自分は圧縮チューブはここからここまでしか、貼ってません。貼ってませんというかチューブをね巻いてません、なんでここだけかっていうと、まあ、ここの部分とかそんなにねこう傷がつきにくいかなとか、まあ、実際ここからここまであった方がいいのかなとかね結構いろいろ考えるんですよ。でシマノのベーシスはここら辺がちょっとねエストラマーグリップか、このねツヤ消しがエストラマーグリップなんですよ。でここだけが完全ツヤツヤな部分、このツヤツヤな部分だけをこの透明なやつでねやってます。でこれの圧縮チューブは1ミリぐらいの 厚みがあるんで、磯にガーンって当ててもその1ミリのチューブはさすがに一発じゃねいかないんで、結構雑に置けるって感じです。あとここにタモ枠がつくんで、主にテトラとかで置く場合にも、ここに立てかけるときもあるし、
タモ網のとこに立てかけるときもあるんで、あの要は傷が一番つきそうだなっていうとこに、巻くのはいいと思います。ジムはこれ透明なねやつなんで、全部ねやろうと思えばやれなくはないんですけども、まあここだけでとりあえずいいかなと、ちょうどこう切り目のとこでねやってるんで、こんな感じになってますけど、全部やってもいいし、ただもうそれこればっかりね、その人のあれによるって感じ。もう絶対に傷つけたくないなら全部にねこうやるのがいいし、あとはこれはねでもちょっとね難しいんですよ、チューブ的にね。普通のなんていうのか、高産業が出てるあのテニス用のグリップ用じゃないけど、あれの圧縮チューブあるじゃないですか。ちょっとこうしましまになってる、しましまっていうかこうクロス状になってるようなしま模様のやつというか、あれの方が多分ね収縮チューブとしてグッてねなるし、あれ真っ黒なんでちょっとねこのカラーは消えますけど、あっちの方が施工はしやすいかなと思います。これはこれでねまあ全然ねいいんですけど、ちょっと後で掃除しとこうかな、うん、まあなので、まあ、どこにどれぐらい巻けばいいでしょうかっていうのは、もう自分が傷つけたくなければ全部ですね、全部、何もハイヤーブラッドカラーがね、だから見せたい部分だけ見せるならそこの部分だけ巻かないようにして、あと巻くだけ巻く、うん、これはここの部分が直にね竿みたいにツヤツヤな部分なんですよ。でここはエストラマーグリップなんでちょっと傷がつきにくい、ちょっとだけね、うん、あとこのエストラマーグリップ、エストラマーグリップで合ってるのかな、エストラマで合ってる、うん、この何ていうかな、この滑りにくいグリップ部分なので、これは生かしたいなと思ったんで自分はこの出してるって感じです。タモを出す時にねここを持ったら滑りにくいじゃないですか。まあ別にこれも滑るわけじゃないんだけど、まあそういうのもあって自分はここだけを施工してるって感じなので、まあどこにっていうのはちょっと正直個人的な好みのあれになるので、まあ、ちょっと自分で、研究してみてくださいこれちょっと難しいですわ。はい、ということで、続いての質問いきたいと思います。いつも楽しく拝見させていただいてます。円筒する時の巻き餌の硬さや水分量などを教えていただけると嬉しいですという、質問が来ております、これはですね、まあ、自分の場合ですよ、まあ円筒ね、円筒の巻き餌の硬さや水分量、これはですね、自分の場合円筒する時、多分ね円筒なんでどっちだろう、グレなのかな、チヌなのかな、質問され方できない、グレかチヌかって書いてくれると説明しやすいんですけども、円筒するチヌでいいのかな、チヌだったら自分はですね、まあ、バッカンで待てるにしろプラフネ、船プレ、プラフネだったかな、要は餌屋さんで混ぜるなんでこういうオケっていうのかな、あれでもうめちゃくちゃ踏みます、うん、単純に言うと踏んで水分をガンガン抜きながら、もう練って練ってじゃないけど踏んで踏んで粘りを出すっていう感じですね。で硬さっていうのはこういうのまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、水が足らないと踏んでもこうへこまないんですよ、あんまりプラ船でやった場合ね、ガッてやってもなんか硬いんですよ。でちょうどいい水分量になってくるとグッてちょっとね、グッてこうちょっと泥沼の硬いバージョンぐらいになるんですよ。入れすぎちゃうとベチャってこうそこまでいっちゃうんで、これは水が多いみたいな感じですかね。ある程度こうやってグーッ、体重かけるとグーッて下に行くぐらいまでの感じが一番合うかなと思います。あとバッカンで混ぜる時もそうですね、自分はもう絶対手で混ぜます。最初はスコップでこう下から上までちょっと軽く混ぜて、その後手でねこう盛り返しながらこうやって混ぜていって、である程度混ざって水分調整しながらね混ぜて、その後グーパンチします。グーパンチ、これでさっきと一緒ですけど、グーパンチをして、まあ、巻きを、まあ、平らに大体した状態でグーパンチをしてグッと下まで行けば水がちょうどいいか緩いかどっちかなんですよ。これが足りないとやっぱ硬くて下まで行かないんで、あと混ざってないとかねあると粉だけの場合だと行かないんですよ。まあ就業剤の袋で考えれば分かりやすいですよね。就業剤も粉だけだとだって体重乗っけたってこう
全然動かないじゃないですか。あの一袋を下に置いて足で踏んでも何も高さ変わらないでしょ。あるいは水が入ることによってぐちゃってこう泥のようになるんで、だからそこで水分量はある程度見てるかなっていう感じです。だからバッカンで混ぜる場合はグーにしてこう腕がグってねこう下まで入るかどうかっていうのを、確認っていうか最後のもうマッキエの最後の部分ですね、締めの部分でこうグーでパンチをこうマッキエさをドンって押し潰すんですけど、その押し潰す時のなんていうのかな、硬さで水分量を見てます。だから硬さもそうですね、ある程度もう円筒する場合よ、だからチヌの場合は大体そうやってます。あの5号地で混ぜてるマキエさんも全部そうです。混ぜてこうある程度混ぜ終わった後最後にグーパンチして、あれちょっと硬えぞみたいな、下までいかない硬えぞこれっていう時はちょっと水足して混ぜて、ちょっと水足して混ぜてとかである程度グーっていく感じがあれば OK なんですよ、自分の中ではね。なのでまあそんな感じですね。釣り具屋さんも一緒ですから、もう足で踏んで全くね踏んでもこうびくともしない硬さだと水が足りないと、で踏んだ瞬間にベチャっていくようだとちょっと柔らかすぎると、なんかある程度感触がありながらグーって体重が乗るとこう沈むぐらいがちょうどいいといった感じですね。はい、ということでよろしいでしょうか。ということで、今日のね質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。